はい、お疲れ様でです。元光です。今回のお話なんですけど、小室圭さんのお話ですね、ちょっと連チャンなんですけど、ニューヨーク州の、ね、弁護士試験、えー、不合格かもって名前がないということで、騒動になってたんですよ、前日まではね、元みちの動画にしたんですけど、もうこれ完全に不合格だということが、えー、分かりました。で、えー、でさらにすね、あの首… になる可能性とかもあるみたいでねあの会社をねまあ、そこら辺のお話もねしていけたらなと思いますもうこれはねあの何がやばいってねあのコムロさんはこのいろいろね疑惑とかある中でもマコ、えー、さんと結婚するにあたってまあ、最低限の生活ができると、うん、ニューヨーク州ではちゃんと生活ができるというこの前提の条件があってやっと婚約はね、えー、秋田宮様からまあオッケーが出たりだとかあのー。 ね、世の中としてもまあそこまで生活できるんだったらまあやろうかっていうねそういう話だったわけですよ、うん、でもね、えー、これで不合格しかもねクビになる可能性まであるってなったらもうニートかもしれないんですよ、うん、まともな生活できないと ということで、まあ、今回、ね、問題なわけですよ。なので取り上げさせていただきます。で元光のチャンネルで、ね、前回、えー、動画で上げたんですけどあの、ある程度批判の声もいただきました。これ、ね、ただ、ね、小室圭さんを批判してるだけではなくて、ねえー、いろいろ問題があると思うんですよ。うん、なんで国民が、ね、これだけ批判をしているのか。 というところらへんもね、今回ね、改めてちょっとお話ししようかなと思ってね、前回の動画、割と批判をいただいたんで、はい、お話ししていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュースケのことをお話ししていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まあ、いろんな記事を切り抜きながら見ていくんですけど、小室さん、ニューヨーク州弁護士試験不合格、来年2月再挑戦へ、眞子さん、米国で勉強を支えるというような記事なんですけど、はい、秋篠宮ご夫妻に の長女まこさんと結婚した。 えー、小室圭さんが7月に受験したとされるアメリカ・ニューヨーク州の司法試験の結果が10月29日に公表された合格者はアルファベットを別に発表されたが K の欄に小室さんの名前がなかったことでインターネット上では不合格の可能性もあるのではないかと騒然としているということで、ねあのー、先日、ね、元光動画にしましたまあまあまあ普通に考えて、あのー、合格発表の、ね、K の欄になかったら、まあ、不合格でしょ普通はねで 試験主催者であるザ・ニューヨーク・ステイト・ボード・オブ・ロー・エ m ザミナーズの はえー、合格者の、えー、名前を掲載したが、このリストがすべての合格者を網羅しているかなどは不明だ。ニュースポストセブンがこの主催者に取材したところ、担当者は日本から取材が殺到していて困惑している、個別の事案には答えられませんがとしながらも、こう回答したということで、えー、今公開している合格者リストは最終的なものではなく、今後さらに名前が加えられる可能性がありますと。あ,あれじゃまだ決まってないと。 いいう可能性があるらしいんですよえ追加合格者が出たり逆に不正が判明して合格取り消しになる例も過去にはありましたとまあまあまあ一応、あのー、まだ0%ではないよっていう話が上がってたんですねプレスリリースで、えー、公表した、えー、5791人という合格者数は最終的なものではなく増減する可能性があるのですと若干ね、えー、まあもちろんね、あのー、大学とかの受験とかも全部そうですけど若干ね、えー、合否が変わる可能性があるということなんですよね この日、小室さんが日本で勤務していた奥野総合法律事務所の奥野氏に不合格だったことを伝えたと報じたということで、こちらでは NHK ではこういう報道があったみたいなんですよ。小室さんが不合格だったよってえ奥野法律事務所、お世話になっている事務所にえ伝えたらしいんですよ。僕不合格でしたって。奥野氏はこの日、午前中に小室さんと電話で話し、不合格を伝えられた。さんは 小室さんの勉強を支えたいと話したという、小室さんはアメリカ・ニューヨークの法律事務所に勤務しており、真子さんも渡米して新生活を始める予定となっているということでね、まあ、小室さんが、ねえー、自分の口であのもう不合格でしたというふうに言ってるんですよ。まあ、もう確定しちゃったわけですよね。で、えー、新婚の二人は、えー、合格を見越して、えー、ニューヨーク州のマンションをアイノスに決めたとされる。一説には家賃は50万以上だよ。 で、まあ、の元々先日の動画でもお話ししましたけど、これね、えー、不合格だった場合、えー、ローラークっていうね、あのポジション的にはあの弁護士としては働けないんで、年収が、えー、600万円ぐらいまで下がると、2000万円からね、600万円まで下がったとしたらですよ、家賃50万円なんてアホぐらい高いですよね。 うん、もう家賃だけで終わっちゃうんですよ、生活なんてできないで、それも2000万円超えの K さんの収入があってこそ成り立つということなんですよ、で気が気ではない真子さんを送り出した秋篠宮夫妻だ、K さんは、えー、結婚前の今月18日、赤坂東邸を訪れ、秋篠宮夫妻と面会した、事情を知る関係者の話ということで、まあ、国民のみんなも、ね、心配してるわけですよ、真、ま、子さんの、ねえー、これからの生活だとか。うん まあ、小室圭さんよりも眞子さんについてね、えー、すごく、えー、心配してるところはあると思うんですよ。でもそれ以上に、秋篠宮様の方がもちろん心配なんですよね。で、えー、娘がどういう生活していくのか、まともに生活できないんじゃないかって、それ心配になる、当たり前なんですよね。うん でえー、秋篠宮さまは今後の生活基盤について、K さんに詳しく説明を求めたそうです、もちろん司法試験の出来栄えについても聞き、えー、K さんは大丈夫ですと答えたと聞いていますということで、これ、あのー、その合格発表の前ですね。 はい、あの小室圭さんは秋篠宮さまに大丈夫ですって答えてたんですよ、よほど自信があったんでしょうね、もともと80%以上合格すると言われてたりだとか、まあ、先日の動画でお話した内容でいうと、まあ、留学生の合格率は30%と言われてるんですけど、トータルで初回の合格率って70%ぐらいらしいんですよね。まあ、なので、まあ、自信満々に大丈夫ですと。 答えていいたらしいんですよだからまあそ,れそういうところからすると秋篠宮様からしたらね「あのいやいやおいおいどういうことだよと」とこれがありきでニューヨークで生活できる安心側から、まあ、一応結婚ね、えー、婚約できますという流れになったんじゃないのかと普通の親だったら元光はそう思うと思うんですけどね、うん、で、えー、まあそういうこともあったりだとか今後ね、えー、もしちゃんと生活できないと いう風なまあ、警備費とか別にして普通に、ねえー、生活をしていくことすらもできないようになったらもしかしたら秋篠宮さまから、ねえー、金銭的なあの支援が行われるかもしれない、うん、だとしたらものすすごいままた炎上しますよ、うん、だいぶ問題なんですよ、この話って、うん、だから、あのー、ただ不合格だったとっいうわけにはいかないんですよね。 で、えー、試験は2月と7月の年に2回実施されている、仮に不合格だったとしても、2022年2月の試験に再挑戦することも可能だと言われているんですけど、えー、これね、まあ、ちょっと記事変わってて、も弁護士の方の意見なんですけど、えー、米国で1回目の挑戦は不合格でも問わない、えー、法律事務所がほとんどですと、別に1回目の不合格はわと割だ、まあ、寛大に、ねえー、引き受けてくれると。しかしか 2回目は不合格ならば、えー、首を宣告される、えー、ケースもほとんどですというふうに言われてるんですよね、こちら。だから、2回目の試験を、あのー、この半年後にね、えー、受からなかったら、首の可能性があるんですよ、えー。ニート生活ですよ、そうなったら。いやいや、そうなると、もう、あのー、秋篠宮様もね、ほんと無理だってなるんですよ。うん。 でえー、今の小室さんの肩書きは法律に関する事務職員であるローククラークだ、えー、仮に再挑戦となった場合新米弁護士よりは受験勉強の時間は確保できるのだろうかと、まあ、確かにね、えー、大学時代に勉強しながらね、えー、そのあの司法試験の勉強も、ね、できた状況であればかなり時間はあったわけですよでも働きながらってなったらまた別ですよね、はい、とんでもない下積みの弁護士であるアソシエイトでも、えー ホーーーム事を仕事とするるロークリクラークでもも家に帰る暇もなく使われますよ、まあ、一般的な法律事務所であれば、司法試験の数週間ほど前になれば、勉強のための休暇をもらえます。2回目の挑戦ならば、勉強するには十分な時間です。というふうな、一応ねあの、勉強する時間はあるよと。 あのニューヨークの州のね、弁護士の方は言ってるんですけど、とはいえね、えー、今回よりもちょっと苦しい状況にはなるんじゃないですかね。そんな状況でクビになって、あのニート生活になったら、本当に眞子さま様が、ね、支えるような形になるんじゃないですか。はい。あの、本当、崖っぷちなんですよ、小室さん,、うん。で、まあ、ここまでを、あのね、 うわ落ちたわ笑い事じゃないかって言ってねあの批判するのも、まあ、確かにね落ち、えーあのー、としては面白いかもしれないんですけどそうじゃなくてね、えー、今回問題になってるのはやっぱりね眞子、ま、さんがいろいろねありましたよね、あのー、記者会見のお話、うん、質疑応答の話でもそうですけどあの金銭トラブル の話話に真子さんんが関与していいたたという話とうかもあったりはするんですけどでもね、やっぱ日本の国内で国民の、あのー、心配っていうのはやっぱ眞子さんの生活がちゃんとできてるかどうかっていうのはね、すごく心配なとこなんですよ。皇室離れたとしてもね。うん、元道だって心配ですよ。眞子さんちゃんと、えー、生活できるのなんかトラブルに巻き込まれたらね、えー、一応元皇室の人なんだから、それは心配なんですよ。 で、秋篠宮様ももちろん心配それがちゃんと生活がねできないであれば、まあ、婚約に関して破棄しろとかって言ってんじゃなくてせめてね日本に帰ってこいよと、うん、日本だったらそれなりにね、えー、警備ちゃんとつけることができるんですよ、うん、アメリカだと実品になっちゃうけどね、まあ、そういうところが違ったりだとかもうねちゃんと日本に戻ってくりゃいいんですよ小室さん でそのためには今自分が抱えてる疑惑とか問題をちゃんと向き合って謝って、えー、国民にね認めてもらえばいいんですよ。うんあのー、これだけねいろんな疑惑が上がってる中幸いですけど。 割と、ね、メディアがあの小室さんを、ね、擁護していることもいっぱいあるんですよ。祝福しているムードの部分もあるんです。なので、思ったよりあの一時期だって3%しか支持率なかったんですよ、小室さん。多分それよりは全然マシになっているはずなんですよ。なので、一回日本に帰ってきて、ちゃんとみんなに謝って、えー、生活すべきなんじゃないのかなと思います、まあ。クビになってからでもいいかもしれないですけど、うん、このままなんかね、あの疑惑には応えませんとか、まあ、そういう流れ。 にななっていいる状態じゃないですか,じゃないですかでそんな中もう国民の意見とか秋篠宮さまの、あのー、思いとかも、ね、え全部あのー、なんだろうな復帰ってえニューヨークで生活するなんかよりも日本でしっかりねあの手厚く生きた方がいいんじゃないですか生活した方がっていうことをね元光はお話したいわけですよ、うん、あのちょっと本光前回の動画でね小室圭さんえー あの試験落ちたうわははラッキーあの、ざまみろっていうことが言いたかったんじゃないんですよね。まあそこら辺ね、あのー、すいません、言葉足らずで。あの、改めて動画にしようと思いました。ということでね、まあ今回の動画は以上です。あのー、まあクビになったりするで、も最終的にマ子さまだようになって、なんかトラブルに巻き込まれるようなぐらいだったら日本に一回戻った方がいいよというお話をね、させていただきました、えー。まあ何にしてもね、小室圭さん、あなたはまずいろんな疑惑に向き合うべきだと思います。 ということで、今回の動画は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元つのチャンネルでは、事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。